はい、よろしくお願いしますということで、えっと、今2441ですね2500かということでさしていきたいと思いますはいえっといつも通り右玉にしていきたいと思いますでちょっと久しぶりの24の投稿なのでちょっと頑張っていこうかなと思いますはい まあ、とりあえず相手が居飛車っていうことなのでこちらは右玉に組んでいくんですがまあまだ7四歩から7三桂と跳ねて6五桂を跳ねる筋があるのでそれを警戒しながら右玉に慎重に組んでいこうと思います。でここで例えばここで7四歩とついてくる手に対しては次に7五歩同歩6五角があるので金を上がって先に受けておくって形ですね。 で、これもしかしたら相手も右玉にしてくる可能性がありますかね。まあ、ここから7三桂と張れて、あ、これも民右ではないですね。よし。ということで、なんか今変な通知が出ましたが、気にせず、はい、やっていきたいと思います。でちょっと今、疲れた。はい。で、この形であれば、もしかしたら相手は地下鉄飛車にしてくる可能性もあるので、まあ、3八玉は保留して、 ちょっと駒組みを進めていきますかで例えばここでまあ5四銀とか3一玉って引いてきたらまあそれはもう3八玉から4八金とかためて組んでいけるんですがそれを保留してきてるのでここはもう5八金って上がっていきますかねそうですねこの桂跳に対しては5八金っていうのがセットでうんやる手ですねでこの形ではおそらくはこれはあそうかお王ま引いたので。 地下鉄飛車はないですね。ということで3八玉から4八金と締めていきたいと思います。では次にここで5四おっとこれはまあ組み替えですかね組み替えで4三銀と上がってきて中央に手厚く指してくるって指し方ですねで。もしかしたらこれで3三銀って戻るかもしれませんがまあ2五歩を突かせたという意味があると思います。多分4二銀と引いてきたのでこれは戻らないと思ったら戻りましたね。 普通はまあ2四銀と出て2五歩二かせて3三銀と引くのが普通なんですがこれちょっと5五銀やってみますか。で一応5四歩に対しては4四銀から7一角があるんですがまあ6二飛車と回って同角り同銀同金に5一飛車から拾ってどうかっていう将棋なんですがまあその変化で行くならば2五歩付いてるのがこちらの得になるんじゃないかということでどうなんだろうか。 ま5四歩を考えているんで角、ね、打ち角打ち、まあ、次に5四歩と突かれると困ってしまうのでここはもう行くしかないですね。おあれえっと相手が投了ということになりましたがうーんこれは角どっかに打とうと思ったけど間違えて打ったっていうパターンですかね。ただ角を打つ場所が 2二以外にはないと思うのでそうですねなんか知りませんが勝ちになりましたで。で一応この局面自体はまあか感想戦に移るんですがまあ例えば5四歩だったらまあ4四銀取れて同銀に7一角と打っていくのかまあ同銀同歩同角で普通にまあ7えー、どうしようどうしようどうしよう。 まだこれからだと思うんですけどね。まあ、5四歩うん、まあ、シンプルに行くなら、まあ、同歩同桂4四銀か、まあ、4二銀かしてきてそしていくっていうのが普通なんですがなぜこの局面で投了になったのかちょっとよく分からないですがまあ一応勝つことができました。はいというわけで最高レートも更新になったんですかね。はい うん、ちょっとなんか変な将棋になってしまいましたが今日はこの辺りで <laughs> よろしいでしょうか。はい、というわけでですね、えっと、一応レート確認しときますかはい2558ということでなんとかですねまだ6段を維持できているという形になります、はい。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました、えっと、また次の放送もご覧いただければと思いますって言おうと思ったんですがせっかくなんでちょっと検討していきますか。 えーっとこの将棋ですね初手からせっかくなんで、はい、一応一応右翼に組んでいくっていう流れで、まあ、一応ここでですねあと例えばまあ3七桂と跳ねると7五歩同歩6五角っていう手があってですね両取りがあるのでそれを、まあ、基本的に右翼指す方は、まあ、7四歩ついてきたら金上がるって感じですね。で次にこのえー、っと。 この K 羽ですね K 羽を見たら5八金と上がるって覚えていただければと思います。でどうしてかっていうと次にですね、まあ、例えば5八金と上がらないと6九角と打たれるんですね。6九角8八金6五桂6六銀8六歩って突かれると下先が突破されちゃうのでちょっとこの金上がりは急がないといけないという形です。なので、まあ、5八金と上がるっていうことですね。 でここでですね途中でずっとこの5八金も上がらないし3八玉も寄らないっていう形を続けていたんですが例えばここでまあ桂跳ねてきましたけど、まあ、これ5八金って上がったんですけど、まあ、4四歩から8一飛車って引いて2二銀3三桂1二強1一飛車っていう地下鉄飛車があるんですね。そうされてしまうとあの3八玉って寄,寄っちゃうとちょっと損になるんですよね。相手の攻めから王様が近くなってしまうので。 なのでもも保留して58金も保留留しして金たという形になりますで本来であれば3八玉って寄ってから4八金って上がれば一手得になるんですよね5八金って上がって3八玉4八金をですねなので保留したって形ですで金跳ねられたのでここは金上がるしかないということででここでもまだ地下手で飛車の恐れがあったので3八玉は寄りませんでした。 3四玉って引いたので3四玉って引けばまあ8一飛車から1一飛車っていう手はなくなるのでなんで王様寄ったっていう形ですね。はい、でこの銀引きに対しては4、まあ、三銀から組み替えてくるんだろうと思ったんですがまあ,あの直接とがめに行くという手はもう2五歩しかないのでついてきました。でここ四4三銀と上がれば普通なんですがまあ3三,三銀と上がってきましたね。はい、あということで攻めに。 そろそろ攻めに行ここううということいで銀上がってきまし歩交換不交換じゃないか、まあ、6五歩ついてきて5五銀と上がって、まあ、5四歩で銀は死ぬんですが4四銀同銀7一角でまあ飛車銀取りがあるのでそれを受けるには6二飛車しかなくてですねで同角り同金,同金5一飛車2二玉から9一ひなりと強拾っといてどうかという感じですね。で小回りとしてはまあ京と銀の交換なんで駒損ではあるんですが。 一応2五歩もついてますし、まあ、次2四歩同歩同飛車もありますし例えば2七強って打って2四歩同歩同強から一気に詰む筋っていうのもあるのでそういうふうにやっていきましたはいでこれ角打ってきたんですねこの角はちょっとあんま見たことないんですがやられてみるとほうっていう手ではあるんですよね一応次に5四歩があるのでもう攻めに行かなければいけないんですがまあ4五歩と突くしかないですね攻めるには。 で本部ではここで投了となったんですがえ先手反則勝ちになってるどういうことだろうこれ投了したんじゃないですかね。うん、かここでまあ同歩同桂4四銀とやれば、まあ、2二玉がさばける形になるのでなかなかあそういう手もあるんだなっていう風に思ってはいたんですがここで投了という形になりました。っていう感じですかね検討は。はい というわけで、ここまで見ていただきまして、ありがとうございます。また次の、えー、投稿もご覧いただければと思います。はい。では、えっと、そうですね。えっと、チャンネル登録とかグッドボタン押していただけると、私のモチベーションがぐーんと上がってきますので、よろしければお願いいたします。はい。では、ありがとうございました。失礼いたします。バイバイ。